キンプリヘイヤ仕様は、脱退で人気加速ジャニーズ弱体化で出演オファー殺到。皆さん、こんにちは。ジャニーズ事務所のキングプリンスコーオッピーの突然の脱退発表について、驚きと関心が広がっています。特に、平野仕様に焦点を当て、その脱退が彼の人気をどのように加速させる可能性があるのかを探ります。 ジャニーズ事務所の現状やファンの心配にも触れながら、この新たな局面について考察してみましょう。脱退からの未来、テレビ局が熱望するタレント。5月22日の脱退発表以降、キングプリンスへの未来が注目の敵となりました。通常、ジャニーズ事務所を離れたメンバーは一時的にメディアから姿を消すことが多いのですが、今回は異なるようです。 ジャニーズ事務所がジャニー北川氏の性加害疑惑に直面している現在、脱退メンバーが急にテレビから姿を消すことは、事務所に対するさらなる批判を招く可能性があります。そのため、彼らを干すことは難しい状況にあります。特に、平野紫耀はグループの中で断トツの人気を誇り、広告代理店やテレビ局が注目する。 タレントパワーランキングで1位に輝いています。彼は若い女性層からの支持が高く、コア視聴率の対象として非常に魅力的です。ジャニーズ事務所の複雑な立場。ジャニーズ事務所は、ジャニー北川氏の性加害疑惑に対処し、藤島ジュリー恵子社長の謝罪動画で事態の収束を図ろうとしています。 しかし、一部のファンは署名運動を行うなど、まだまだ収束の兆しは見られません。事務所にとって、脱退メンバーとティアラ、キングプリンスへのファンの相性に対する適切な対応が非常に難しい課題となっています。誤った対応がさらなる火種を引き起こす可能性があるからです。結論、未来への希望と不乱。 キングプリンスへの平野市を、神宮寺勇太、た、騎士ゆの脱退は、ジャニーズ事務所の現在の脆弱な状態と深く結びついています。特に平野の人気は、彼をテレビ局や広告代理店にとって非常に魅力的な存在にしています。一方で、脱退メンバーとファンにとっては不安も付きまといます。 ジャニーズ事務所の対応次第で新たな問題が発生する可能性があります。この状況を注視し、平野潮とキングプリンスへの未来がどのように展開するかを見守りましょう。読者への挨拶、今回の記事をお読みいただき、ありがとうございます。キングプリンスへの未来についての興味深い情報を共有できて光栄です。 脱退メンバーとファンにとってこれからの展開がどうなるか共に注目しましょう。今後もエンターテインメント界の最新情報をお届けしますのでお楽しみにしていてください。